ょ、別みたいに。はい、作品はいかがだったでしょうか。今回はね、古民家を改装したフレンチレストランに行きます。そういう玄関ですね、シダレクワっていうドライになった大きいこう最初に入れた、ドライの枝物なんですけれども、それをベースにそこに、豆がきを入れてますね。で、豆がきはねこう直線的なんですよ、すごく。なのでこのシダレクワの丸いラインと合わせることによって、その直線がより一層こう生きる形になっています。そして上がね、こううんと動いてきているので、下はあえて動かさないでキュッとグリーンでまとめることによって、上の動きをより一層際立たせる効果がありますので、そういう受け方をしています。なので、まあ、ああいうね、現場ベースの受け込みの場合はそのシチュエーションを見て、そのシチュエーションに例えば置物が一つ来たりするとまで入れ方も変わってきますし、その状況がねいろいろとこう変化していくので、まあ、そこの状況に合わせて生けられるというね、そのメリットがすごくありますので、それをよく見て生けていってください。はい、で、まあ、最後になりましたが、大阪の台風被害、そして北海道の大きな地震がありました。イヌフラワーの、ね、会員さんも大阪も北海道もたくさんいらっしゃいますので、そのイヌフラワーの会員さんの安否確認は全て終わったんですけれども、まだまだね多くの方の被災した方々がいらっしゃいますし、まあ、復興までにねまだ時間がかかると思いますので、これからも気をつけてお過ごしください。僕たちもね、何かねできることを一つでも探して、その復興にね手助けができればと思っています。はい、ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.